鹿児島キャンプに来ました。まあ、先ほどまでね雨降ってたんですけど、やっぱり俺は晴れ男です。じゃあ早速ねジュビロの試合見に行きましょう。鹿児島空港に着いてからわずか40分、上機嫌で試合に駆けつけたのぼりさんでしたが、その10分後やばい、晴れ男じゃん急に雨が強くなってひどかった。先週日曜のニューイヤーカップ初戦、ジュビロは中村俊輔をトップ下に置いた 3-5-2 のフォーメーションで熊本と対戦します。俊輔自由に動かすことで、まあ、ボールに絡めばそこから配球できるっていうのが一つあるんで、攻撃の厚みとか機動力っていうのは増えるんじゃないかな。ファーストシュートは前半5分、中村がセカンドボールを拾い強烈ミドル、いきなりゴールを脅かすと、32分のフリーキック、川俣の頭へ完璧に合わせれば、その直後にも川俣へのピンポイントクロスでチャンスを作ります。ボールの質がいいね、本当に味方が受けやすいボールを受けてくれる、素晴らしい。すると37分でした。中村のこの大きなサイドチェンジから最後は川端、3戦連発ジュビロが先制します。間に置くようなディフェンスしてたんで、その間にジェフボール出してくれたっていうのが、しかし後半ディフェンスの連携不足からピンチを招くジュビロ、試合終盤に失点すると攻撃でもいい形を作れずドローに終わりました。まあ、その場その場で個々の能力でやってるっていう感じがするんで、何もこう考えないで体が動くような連動とか連携ができれば、もう少しこう色が欲しいですね。のぼりさんの目に映ったジュビロとは、課題が多かったゲームじゃない、攻撃においても、じゃあどういう形で連動しながら奪うのか、俊介をねどう生かすのか、それから俊介にボール入った時に誰がうまく飛び出すのか、じゃあ全体としての攻撃どうだったんだろうって考えた時に、もったいなさがやっぱり絡んでる。まあどうでしょう、まあ、前半はまあまあかなと、まあ、ゲームの中でお互いがねいろんなものを共有してすり合わせて、まあ、いいものを作り上げていってくれたりと、ありがとうございます。そして今週火曜日、ジュビロは翌日のニューイヤーカップ第2戦を見据え午前中のみのトレーニング、サイドにフリーマンを置いたり、中村俊輔にフリーマンを任せたり、ゲーム形式の練習で連携をしっかり確認しました。もっと主導権を握るためにより判断を早くしてボールを動かしましょうっていうものが少し入ってるのかなっていう感じするし、一つ、まあ、俊輔を中心にしながらねゲームプランっていうのを考えてやってるんじゃないかな。練習の合間には応援に来ていた子供たちとハイタッチするなど終始リラックスムードでした。シャンシャン、あお疲れ様です。ファンの方が俊輔フィーバーでめちゃめちゃ来てるんだけど、いやいや、やっぱ鎌田です。それ違うんですよ。それある。はい。だからやっぱ俊輔の存在感っていうのはやっぱり違うよ。まあ嬉しいですけどね。まあ、でもそういうプレッシャーというかいろんなものをエネルギーに変えて、はい、頑張りたいと思います。すみません、夜お願いします。はい、お願いします。まあ、今シーズンの意気込み的にはどうですか。点取りたいっていうのは、はい、あとやっぱ試合に絡んでいければなと。あと俊さんも来たんで、うん、パス待ってます。ちょっとそこの絡みが欲しいよね。期待します。頑張ります。キャプテンとしてどうですか。大さんや俊さんっていう経験あって僕より人望もあるというか、周りからの信頼の厚い選手がいるので、練習から 100% で取り組むってことをしっかりやらないと誰も
僕の言うことを聞いてくれないと思いますし、まずは自分のことをしっかりやろうと思います。ケンタロ違うね、コメントもやっぱね変わってきた。マジですか、うん、やっぱキャプテンだなって感じする。難しいんだよね、やっぱベテランとかがいる中のキャプテンって難しいんだよね。はい、どこまで言えるかみたいな。確かにそれもあったし、まずはそこをしっかりやろうかなと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そしておとといのニューイヤーカップ北九州戦、中村俊輔は欠場、ジュビロはレギュラー獲得を目指す若手主体のメンバーで臨みます。まず攻撃で目立ったのが19歳小川航基、素早いターンからゴールを脅かせば、42分、その小川のポストプレーから荒木、しぶとくネットを揺らします。まあ、日頃からコーチから落としてもらってシュートとかバリエーションとか長井さんとの練習で優勝したシーンだったので、結果としては良かったです。後半攻め込まれるシーンが目立ったものの、前半の1点を守りきりニューイヤーカップ初勝利です。そしてこの試合、小川大輝が去年6月以来の公式戦出場、持ち味である粘り強いディフェンスで復調をアピールしました。まあ、長かったようで短いようなリハビリでしたけど、今シーズンこそは一年通して、チームに貢献できるように頑張りたいと思います。前向きなね、ミスが、多発して、やっぱり自分でその失敗体験をね、成功の方に変えようっていうね、そういう野心も見れたんで、非常に有意義な、90分だったと思います。でもね、実際にこうキャンプのところを見に行くと、はい、まあ、チームの雰囲気やっぱり良かったよね、はい、もちろんその雰囲気を作ってるのは当然名波監督なんだけれども、やっぱり俊輔もやっぱりそういうところでしっかりこう周りにコミュニケーションを取りながら、はい、やっぱりこうやってるところがこう良かったですよね、うん、やっぱり、まあ、中村俊輔選手にどう周りが合わせていくのかっていうのもどうでしたか。まあ、その段階でも非常に良かったと思いますしね、ここからどういう形でもっとね、正確にやっていくのかっていうところまでこう見ていけるといいですね。これか組み合わせも注目ですけれども、はい、明日ニューイヤーカップ鹿児島と対戦があります。